文科省のキャリア官僚さん、大学英語テストは大失敗しましたね。もう出世はないです。あなたは頭が悪いんですか？官僚はこんな失敗はしないものです。私たちは民間業者を使う大学英語テストはうまくいきませんと言いました。それなのに自民党の世襲議員から民間業者を使えと無理強いをされました。その世襲議員というのは A とその3下の H じゃないですか？ A と H は頭の悪い男です。民営化というのがバカの一つ覚えなんです。そうです。丸山さん、その通りなんです。A と H は官僚の失敗ということにして自分たちは自民党やるらしいです。